久しぶりに毎週通ってるゴルフのレッスンの様子をお伝えします。レッスンプロの小山プロから言われてるのは、インサイドからアウトサイドへ振り抜く、これがなかなかできてない、アウトサイドインになってるようです。2つ目に、テイクバックの時、右足に重心が十分移せてない。3つ目が、テイクバックの時、左肩が十分顎の下に入ってきてない、もっと深くテイクバックする。4つ目が、打った後目線をボールがあったところに目線を残す、頭を残す、飛んだ先を見るのはその後、最後がインパクトの瞬間からフィニッシュまで、左足に十分体重が乗ってない、左足に体重移動ができてない。以上5点を注意されました。5月はあと2回コースに行きます。100が切れたらまた報告させていただきます。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。